1985年グランプリシーズンがスタートした。ゼッケンナンバーワンをつけるのは昨年の覇者ヤマハのエディ・ローソンである。またゼッケンナンバーファイブをつけるのはロケットロンの異名を持ち、スタートでは常にトップを抑えるホンダのロン・ハスラム。ゼッケンナンバー6をつけるのは昨年度 250cc クラスのチャンピオン、クリスチャン・サロン。かつてのワールドチャンピオンであるマルコ・ルッキネル、フランコ・ウンチーン、そして日本の片山隆純は85年をもってモーターサイクルグランプリの世界から引退することを表明した。英雄が去り、新しい英雄が生まれていく。そして新たな挑戦者たちが登場する。昨年度不本意な成績で幕を閉じたフレディ・スペンサーは新たな挑戦を決意した。それは未だ誰も達し得なかった 250cc クラスと 500cc クラスの同時制覇、つまりダブルタイトルの獲得だ。アントン・マング、カルロス・ラバド、 250cc クラスの強豪たち、誰もスペンサーをマークした。ワールドチャンピオンシップレースの中で最も輝きなクラスがこの 250cc クラスである。予選においてもポールポジションのライダーから最後尾までのタイム差がわずか3秒。その中に40台のマシンがひしめき合う。つまり出場する全てのライダーに勝つチャンスが与えられているわけである。250cc クラスではゼッケン19番をつけるスペンサー、彼は自らの公約通りトップでチェッカーをくぐった。スペンサーにとっては表彰台の上が唯一のインターバルと言えるのかもしれない。そして 500cc クラスのスタート。腰の疲れも見せず余裕でトップを走り続けるスペンサー。今シーズンスペンサーの快進撃はグランプリ史上に残る素晴らしいものであった。 500cc クラスで7勝、また 250cc クラスでも7勝を挙げ、そのうちで両クラスにわたるダブルウィンが4回記録された。85年のグランプリはフレディ・スペンサーが 250cc、500cc クラスのダブルタイトルを獲得し、シーズンの幕を閉じた。グランプリを走るライダーたちの飽くなきチャンピオンへの挑戦はとどまることなく続く。そしてグランプリの歴史は築かれていく。